取引を行いましょう。取引を行いましょう。かしこまりました。はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大シリーズパワーアップキット。関ヶ原の戦いシナリオの立花家編ですね。第、6、7話になります。ではね、もう、徳川さんとは、ここのね、使者の方を送ってあります。で、前回ここのね、間をね、取った感じですね。はい。本当に秀頼が邪魔すぎるんですよ、位置的に。ここら辺のところとか、ここら辺のところとか。できれば、添付命令とかがね、あれば、添付命令したいし、従属させたいとは思うんですけどね。もうでも、婚姻しちゃったし、まあ、秀頼は絶対あれしないんでね。はい。従属しないんで、まあ、進めていきます。はい、ってことで、特に落ちなかったですね。はい。ああ、ここ、お城作っといた方がいいね。作っとこ、これ、籠城とかしなきゃならないんで。報告いたします。モルトの牢に行ったんです。表情を始めよう。延長します。この策はいかがでしょうか。アクロソーファンス、来た。農業、軍事。両方とも取れるね。ただ農業は足んなくなるから農業を取っとこう。農業軍事行きます。これにて表情を終わる。これで表情はだいぶ楽になるんじゃないのかな。もう3周取ったもんね。1、2、3周ね、取りましたね。そしたら攻めの動きが欲しいね。うん。下地を。お城作ろう。ああ、これ作っても意味ないパターンじゃん、これ。意味ないパターンだよね。天使とりあえず三蔵。で、設備。今日作っても意味ないパターンだよね。ただこっちの B で弱いもんね。うん。まあ、とりあえず、本気力アップ作っとく？それでも入らない。一定。本気力アップの方がいいよね。うん。ここが、あれだね。うん。弱いパターンだね。作っても意味ないパターンでした。はい。ということで、ここはそろそろ戦争できんだよね。来月ぐらいか。あ、こことはいける。細川とはいける。細川は通路がない。はい。残念。はい、では進めていきまーす。あ、報告いたす。さっき言ってたのにちゃんと、ああ、同盟あと1ヶ月ですね、とか言ってね。はっ。うん。これ、隣接してるから従属できるんじゃないの？もうちょっとしたら従属いけるでしょう。はい。では、宣戦布告を。まだできない。では進めていきます。来ちゃったか、毛利さん。参戦にしたいんだけど、浮田さんに裏切られるね。浮田につかなきゃダメだね。従属してるからね。こんな貸せれないってあなた。あなたに貸すと、多分、うまく使えないはず。無条件でいいから、自分がこっちからちゃんとつついてあげますから、こっちから攻めてあげますから、それで我慢しなさい。我らの力、見るがよい。
本当は、同盟延長したかったんだけど。ん？ここの同盟は切れちゃったね。16,000。ここいくつで来る？2100。ここいいね。これいいじゃない。出陣する。これは行くぞ。ここに行くぜって言っときます、ね、出陣する。で、ここら辺に準拳銃バーッと追っ立てて、その間待機、出来上がる前待機で、ここら辺のところが開くから、そこら辺を突き始める。いい必勝パターンですね。ここは戦場的には35,000。これが39,000。あー、負けちゃうね、浮田さんね。まあ、進めていきましょう。49,000、いいね、いいね、いいね。いい感じですよ。で、ここで待ってますよ。我に続け。いいんじゃないの？ここら辺で、ポン、ポン、ポンと多分取れそうな気がする。うん。飽きないを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。じゃあ新設で、ここ2100だよね。ここは2400。うん。はっ。撤去で、ここもいらん、いらん。新設で、準拳場立てて。かしこまりました。届かない。届かない。潰したのに届かない。じゃあ、ここも潰そうか、じゃあ。撤去。これ、漁村、せっかく作ってたんですけど、もったいないですけど。かしこまった。で、ここは、プラス3000ぐらい戦えるはずなので、であとは、カリタローズかなんかあったよね、カリタローズキ。うん。こんなの使ってさ、皆の力、合わせよう。ここで待ってれば、いいので、兵糧そんな食わなくなるんで、この3万の部隊もね。うん。これかなりいけるんじゃない？で、あとこれ、こっち側の方でもちょっとなんか当たってみたいね。ここら辺で出てこないのかな？兵減らせば。2万ぐらい？出てこなさそうだね。変につつくのやめときましょう。今いい形なんでね、つつかないで。じゃあそのまま行きます。ここ取られちゃった。はい、取られました。じゃあこれちょっと、100の舞台で。進むのだ！手を打とう。ちょっとこの辺ぐらいにちょっと進めときますか。待機する。2万の舞台で来る。結構00ができてきたね。
手を打ちましょう。まだ準検場できてないね。準検場があと20日、21日、来月だね。うん、待ってよ。はい、でここはどうしようか。ここあと何日かかる。40日。うん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 。じゃあどっかここ何人だ。2人以上4人ぐらいぶち込んどきゃ大丈夫なので、ここは兵入れとこう。武将入れよう。報告いたします。先月の終始です。表情を始めよう。こんな感じか。これにて表情を終わる。爪の極意これ取っときます。ゲチオ、あー帰ってたね。行こうか。とりあえず進めてからだね。進めてからちょっとゆっくりして進めよう。ゼロだね。はい、行こうか。出陣しよう。ここは多分もらえる。うん、ここはもらっとこう。うん、いいんじゃないんですか。これもらってここ取られたって別にいいですからね。ぶっちゃけここから取れば取り返せますからね。すぐにね。あー、ここに入れようと思って忘れてた。入れようと思って忘れてた。あと何日、あと29日。でもあれだよ、こっちがあと19日ぐらいだよね、出来上がるのね。あと8日。うん。これが出来上がってから、守りに行けばいいね。悪いが、負けられぬのでな。こっちとかなんかゼロとかの後ろがいっぱいあったよね。けどこっちか、結構遠いな。歩いていけるかな。行こうか。ポンポンと歩いてって、もう何回でもかかるね。3回ずつかかるの？進むのだ。3回ずつもうかかる前にきっと倒されそう、あの舞台。はい。ではね、あとは、何日？ 3 日、3日、4日、4日。行くぞ！ 6 日かかる。うん。じゃあ、これで行きます。進め！これで勝てるんだね。じゃあ、進めていきます。待機する！おっと、また。帰りやがった。引っ込みやがった。くっしょ。手を打ちましょう。でもまあこっちもいいかな。1000プラス1000で3割ぐらいマシなんで、これでいっか。牢城で一人しかいないんだよね。兵糧搬入で一人しかいないし、70日分を用意しておいて。報告いたします。先月の終始です。ちょっとね、いろいろとミスが立て続いちゃったんでね。一人入ってき、戻したね。一人戻したね。じゃあ手を打とう。じゃあこんな感じで。いざ参ろうか。あ、戻ってくれ、戻してくれたら戻してくれたで嬉しいんだね。じゃあ進めていきます。分かってるでしょ。このようなところで立ち止まれぬ。で38日。触っただけで取れると思ったんだけど取れなかったな。で、こっちの方が多分取れるはずなんで、
4部隊で行きましょう。4部隊で兵マックスで持ってきます。これでいけば多分大丈夫でしょう。で、こっちはこっちで、ある程度の兵で、こっちの方に、ここは上限がいくつだ ?4 万。いや、スナイパー持ってきたくない。2万5千ぐらい。このぐらいでちょっと勘弁してもらおう。進め!で、いいんじゃないのかな?こっち取られちゃうかもしれないですけどね。ちょっと。あと何日持つんだろうね、こっちね。では進めていきます。トトゥンさん、一応味方になっています。強行24日。触っただけじゃ取れなかったね、ここね。こっちは落ちちゃうね。まあしょうがない、落ちたら落ちたで。なんということか。商いを始めましょう。いいね。報告いたします。ご命令を。かしこまりました。これどうするんだろうね、これ。手を打ちましょう。ああ、1万2000か、ちょっと厳しいね。まあ、ここ取って、巡原状とかで取り返すような感じかな。か、一部隊で。こいつは帰ってくれることを祈って。進め。違う。解散。まあ、帰ってくれれば。進め!取れるでしょ。いざ参る!こっからの方が近いかな。進め!じゃあ進めていきます。この城、もらい受ける。したら、A と B。参る。B の方がいいかな。進め。で、これがこっちに向かってきてくれるんで、そうしたらこっちが開くんで、部署入ってないよね。はい。我らの勝ちを、勝ち抜きをあげよう。入れやがった、部署入れやがった。ちくしょう、部署入れてきたな。手を打ちましょう。じゃあここで。進め。倒せるかな。またなんか2枚線がなんか出てきたね。進め。いざ参る。あ、こっち向かわす方向か。進め。これ多分こっち来ると思うんだよ。1万9000ここでいいじゃん。進め。こんな感じでいきます。方位77日ですね。
助立ちいたす。助立ちいたす。敵が我が領内に向かっております。あー、家康くん来ちゃったか。どこに来てる？ここか。モールとやってる最中だから厳しいんだよね。もうここ上げちゃってさ、順元が壊し行くのに専念しようか。ここ上げて何日後？27日？もうここ上げちゃおう。あげよう、あげよう、あげちゃう、あげちゃう。あげちゃって。進め。準検所とか施設をね、壊しに行こうかな。あと、こっちの方にもなんか多分いろんな施設があるはずなので、そういったのをね、壊しに行きます。じゃあ、進めていきます。待機する。また面倒くさいね。動く、まったく。公務だったら出てこないで最初から。進め。あと10日で、じゃあこれやるか。この忍び暗躍使おうか。これめんどくさいから。皆の力合わせよう。そしたらこいつは11日かかるでしょ。これが行くぞ。忍び暗躍使ってもこれあれなんだ。こっちは先着になっちゃうの。使って失敗したね。じゃあこれで、ここで待とう。ああ違う、こっちで待つ。ここで待つ。変わらない、変わらない。50何日も待ちたくないね。これも35日待たなきゃいけないね。いいや、ここで進め。特に戦争タイムもないからね、これあんまり使えないね。行こう。こちらの騎馬隊上げの方が絶対いいでしょ。有利でしょ。まだ負けちゃうね、これ。ボロボロだね。まあ、進めていきますか。待機する、待機する。報告いたします。先月の収支です。表情を始めよう。策がございます。軍事と対名取っとこうか。対名ライン、軍事論議かな。これにて表情を終わる。
じゃあここら辺水路とかね、この辺を。ご命令を。手を打ちましょう。もう当たってるはずなんだけど。はい、いや。我に続け。こっち来るんだ。あー、ゼロじゃ取られちゃうね。根本的にさ、これ、ロートムさんとさ、仲良くしてたのがさ、敗因なんだよ、これね、今回もね。で、モーリさんとさ、同盟委員長し損ねたっていうのと、従属を守ってあげるために、あれしちゃったっていうのがね、一番の。はっ！あと、モーリさん何ヶ月？ 4、あと2ヶ月か。うん。徳川さんはまだ、一貫伝ってないんだね。まあ、ここ壊す、壊れるの確認し、見届けよう。このようなところで、立ち止まれぬ。あ、一応勝ってたんだね。標高37日入れときます。まあ、取られちゃったのと取り返せるかどうかね。ちょっとここは見物ですね。あ、ここは取られちゃったところ。これはもともと毛利さんが持ったところかな。ここは取られちゃったところか。そこは上げるんで。牢城で。ああ、こう作るだけ作ったんだけどってやつね。兵糧は、69日入れときゃいいか。弱い相手にも容赦はしないぜ。ここは、あ、触っただけで取れちゃったみたいね、ここね。したら、これは行こうか。こっちだね。進むのだ。あ、なんか14日で来るようになった。そしたら行こうか。これはこっち回しでここ行こうか。進むのだ。で、これが引っ掛け回しに行こうか。とりあえずここら辺にして引っかき回そう。ここは1万2000だよね。で、先着だからなんか勝てるっぽいような感じだったよね、今ね。さっき勝ったんで。はい。というような感じで、第7話ね、終了し、終了しようと思ったけど、あれですね、月の途中でしたね。進めていきましょう。待機する。取られて、まあ、そこは取られていいんだよね。ここを壊したいだけなんでね。よし、ここは準拳所壊した。OK。で、この準拳所、作った準拳所もね、壊したんで、あとどっかあるかな。あともう準拳所ないのかな。作ってなさそうだね、こいつらね。したら、じゃあこれは手を打ちましょう。そっか、この辺にいようか。我に続け。ここら辺落としたら、そのままヒュッてもらいに行こう。これが勝てるんじゃないのかな。このようなところで立ち止まれぬ。で、かき回そうと思ったんだけど、特にかき回せれなかったね。武将帰ってきてる。じゃあこれこっちかな。手を打とう。いざ参ろうか。いざ参る。いやいや、ここでせ、せ、せき止めされ、せ、せき止められてるのか。
お、ここに行こうか、じゃあ、ここで。先陣を切らせてもらう。ああ、小川川家を家臣として取り込みますか。はい。取り込みます。ここにし、はい。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。はい、ということで7話ね、この辺終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。